はい、皆さんどうも、てがっちです。今回は、一応最初の目的としては初心者向け動画ということでやっていこうと思っていたんですけれども、ちょっとそうですね、動画始める前に、テストプレイしてみたところ、とんでもない縛りプレイになってしまったというところで、今回は、こちらの赤龍の落とし子の、エクストラステージ25の方をやっていこうと思うんですけれども、今回一応一番最初の目的としては、初心者向け動画ということで、なるべく編成難易度を下げてこのエクストラステージ25をクリアしていこうと思ったんですけれども、いろいろパーティーを苦心しながら、やっと1回ですね、多分7、8回ぐらい挑んでやっと1回勝つことができたので、今回動画を撮り始めました。なので、勝てるかどうかはわからないです、はい、たまたま運が良かったっていうところもあるかもしれないので、そうですね、多分自分よりも、いい編成ができるということを信じて、見てもらえればというふうに思いますね。かなり本当に編成難易度下げてるので、多分そうですね、はい、これよりも強いパーティーを作れれば勝てるぞというところで紹介していきたいと思います。はい、ということで今回使っていくパーティーが、こちらでございます。はい、もう SSR 一体も入れてません。はい、武器の方も SSR を1個も使わずに、SR 武器ということでやっていきたいかなと思います。で、一応メイン火力のシャナだけはちょっと貫突してしまってるんですけれども、それ以外はRキャラということで、一応貫突しちゃってるんですけど、パシェルにも SR なんですけど、これは進化前ということで、なんとか妥協していただきたいというところで、こう考えると SR のキャラが今パシェルと、シャナしかいないので、本当に編成難易度はたやすいっていうか低いかなっていうところでございます。はい、で、武器に関しても、そうですね、貫突してレベル60の武器とかはあるんですけれども、これも進化前なので、SR の武器とかと比較すると SSR ですね、 SSR の武器と比較すると、本当に、多分弱いとは思うので、それで、これ以上は下げられないっていうところですかね。はい、で、アクセサリーに関しても、おルドリエまさかのアクセサリーなしでテストプレイ勝ってる、ということで、アクセサリーに関しても今回 SR のアクセサリーは使ってないです。はい、ルドリエどうしようかな。ルドリエは素早さもともと高くてサポートキャラなんで HP 系のアクセサリーで持たせます。はい、ということで、この編成で、エクストラステージ25、普通に、ウラハだったりクラリスだったりアーニーだったりレベル100で出てくるんですけれども、これでなんとか勝つところをお見せしようかなというふうに思います。はい、本当に初心者向け動画だったはずが、とんでもない縛りプレイの中での、戦闘ということで、皆さん楽しんでいただければなというふうに思っております。で、ちなみに SR キャラに関しても、こちらのシャナに関しては配布というか、一番最初の、SR ガチャのうちの1体ですし、パシェルも、そうですね、常設のキャラということで、運よく手に入れたという前提にさせてください。ちなみにパシェルいないと、このパーティーに関して言うと結構詰むんで、こればっかりはもう本当に許してほしいっていうところですね。で、本当はジェミアとか、あとレギオンだったりだとか、配布で、あとオリビアとかですね、配布で、本当に SR キャラ強いキャラいるんですけれども、今回配布キャラはやっぱ使うのやめとこうかなというところでいきたいかなと思います。一応最初初心者向け動画ということだったので、バージョン 2.0 以降で配布されてないキャラは使わないようにしようっていうふうに考えたので、こういう編成にいたしました。はい、ということでいってみましょう。本当に勝てるかどうか微妙なところではあるんですけれども、さっき1回勝ったんでね、はい、行きたいかなというふうに思います。で、傭兵はさすがに連れていきます。で、
まあ皆さん本当に、まあ、周りのフレンドに強い人がいればそれでいいんですけれども、今回はまあ初心者向けということでこのイベントのアーニャでいきたいかなというふうに思います。はい、ということで、この編成で、あ、パーティーの説明してなかったか。そうですね、軽くパーティーの説明していきましょうかね。で、まあ、ステージ、エクストラステージ25なんですけれども、まあ、スリープが、相手メインになってきます。ウラハと、あとミズウラハとクラリスが出てくるんですけれども、まあ、その2体がメイン火力という風になっております。なのでクリア持ちですね、今回ルドリエ採用してるんですけれども、クリア持ち1体を絶対に入れていきたいというところでございます。で、このパーティーのコンセプトとしましては、もうスタンですね。はい、相手にスタンテイカーとかいないので、もうパシェルだったり、あとアリナですね、あとは、こちらのボルテジョンのエンタースキル、これらのスタンを駆使して、もう本当に相手を止めながら戦うしかないというところでございます。はい、でメイン火力になるのがこちらのシャナということで、こちら2体サバブロ持っているので、本当にこのシャナの火力を、なんとか駆使しながらっていうところになりますかね。はい、ということで、まあ、軽く説明もしたのでいきたいかなっていうふうに思います。小発に関してはまあブロッカーですね、ウェインだったりボルティカスだったり、でこちらエビスなんですけれども、まあ、エビスに関しては、まあ、スリープが使えるということで、まあ、なんか事故った時用の保険ですかね。はい、ということで、この編成でいきたいかなというふうに思います。はい、ということで、行ってみましょう。はい、開始。はい、ということで始まりました。まず最初に何をしていくかというと、先ほども言った通り、ウラハの、スタンですね、それをひたすら続けていくっていうところになります。でまず初手の動きなんですけれども、相手のウラハが絶対にスリープを使ってくるので、ルドリエは、スキップして相手のスリープを、直すっていう感じになりますね。であと、一番最初に狙っていくキャラとしては、こちらのウナになります。ルナがスリープボムを使ってくると、本当に返すことができなくなってしまうので、これだけは防ぎたいっていうところでございます。はい、でまあこの動きとしては、なんとかスピリットを貯めながら、ファッチェルのスタンボルトを、ウラハに絶対に入れていきたいっていうところでございますね。で、相手は特に火力キャラが今ウラハしかいないんですけれども、アーニャだけが要注意で、アーニャがブロック状態で攻撃してしまうと、アベンジドレイン打ってきてしまうので、それを防ぐためにはなんだっけ、ルドリエでなんとかファシェルを回復させていくしかないので、回復させながら戦っていきます。はい、でルナに関しては、こういう風に自分で勝手にHP 削っていったりもしてくれるので、まあ、倒すのは簡単かなっていうところですね。でスタンボムが溜まったらもうすぐ使いましょう。でこれでスタンボム使ってさらにボルテジョンのスタンも入ると、おお、しかも今回はこれランダムだったよね、確か。ほんとランダムだね。今回ランダムスタンたまたまウラハに入ってくれたので、めちゃくちゃラッキーです。でここで傭兵を呼びましょうかね。はい、ということでルナなんですけれども、どうしようかな、ルナは倒しておきたいところなんですが、まあルナ HP が、ゲージ赤くなってると、もうガッツインパクトしかしてこないので、とりあえずは大丈夫ですかね。ここまで来ればスリープボムの心配はないです。でスタンボルト、ここは、アーニャですね。アーニャにスタンボルトを入れます。アーニャとブロックスしてくるとかなり厄介なので、そこは止めたいっていうところですね。でこれやべえな、これアーニャじゃねえや、これちょっとやばい、やばいな、ファシェルが落ちるな。いや、ミスったかな。いやー、どうしよう。
ここはとりあえず、いや、しかもスピリット管理もミスってる俺今回。どうしよう。とりあえずアーニャ殴りましょう。アーニャ殴って、ポイズンは裏入れます。まあもうしゃない。これはしゃない。で、ポイズンルナに入れたらよかったかな。でもルナどうせも殴ってくるから、ここは、アーニャをなるべく削りたいってことですね。アーニャを削っていきます。ポイズン。で、サバムロも、ウラハとアーニャ。で、これでも次のサバムロで、ウラハは落ちるので、アーニャ、ウラハはなんとかなりましたね。で、まあ、ポイズン入れながら、で、ガリは、一応ブロックバスター持ってるので、まあ、なるべくブロックは入れたくないっていうところですかね。はい。で、クラリスが出てくるタイミングもなかなかに気をつけなきゃいけないというところで、あ、ここブロックバスター誘っちゃおう。ブロックバスター誘って、スピリットに減らしに行かせて、で、相手のルナですね。ルナのガッツインパクトも入って、OK かもしれない。これルナはとりあえず相浜で持っていく。持っていけない。持ってきた。ガバガバや。めちゃくちゃガバガバや。ここでブロックモード使うと、いや、アーニャがちょっとやだな。ブロックモード使えばブロバス相手打ってくるんで、スピリット分けらせる。で、ルナは落としたくないかな、まだ。そうですね、ルナにはまだ生きてもらいたいんで、ポイズンはガリですね。で、ブロックモード使って、いや、迷うな。とりあえず、ウロハは、もう落とさなきゃいけない、わけではないか。いや、どうしよう。うわ、めっちゃ迷う。ウラハは落とさなきゃかな。落とさなきゃですね。で、これで落としとけば、ルドリエさえ寝なければ、ルドリエがスリープ使えるので、まあ、大丈夫でしょう。で、アベンジドレインで、倒せるんだよな。この傭兵のアーニャが意外と軽くないんですよね。まだこっちはアベンジドレイン使わないと。いや、アベンジドレインいいか。アベンジドレイン使って。で、うわ、やべ。エンヒールでなんとか延命ができそうね。あぶねー。いや、やべ、死んだか。これドリアサを、よし、これめっちゃいい動き方なんですよ。ドリアサをこういう風に使ってくれると相手盾に死んでくれるんで、ポケ助かりました。で、まあ、これブロックモードしないと死んじゃうんで、車内深くブロックモード必須。ライフフリップは使わなくていいか。ブロバス飛んでくるんで、ここ殴りますね。で、この戦いなんですけど、とりあえずもう、クラリスですね。クラリスさえ倒せれば、あとアーニャでなんとかなるんで、クラリスを倒すのが必須。というところですね、とりあえずは。なんですけれども、ブロックモード、ペインヒール、
いやむずいな。ブロックモード使えば、ブロックモードですね、ブロックモード使って、シャナを守りに行きます。でペンキ力ですね。でルドリエが本当に優秀、ルドリエは本当に素晴らしいキャラですね。でさすがに2600だったら、アーニャで取れる。あ、ダメだ、アベンジドレインがスピリット。いや、マジかよ。うわ、意外、全然うまく噛み合ってない。ここは、スキップでガリが、ペインアタック、まあ、このペインアタックどこでもいいんで、ここか。で、一番嫌なのが、アーニャがアベンジドレインを使ってしまうっていうところなので、まあ今はスキップしました。で、どうしようかな、これ。これ下手したら下手するんで、もうルナ取りますね。ルナ取らないと、スリープボムの可能性もないから、ガッツインパクト打ってくるか。まあでもここまで来たらもう倒しちゃっていいでしょうというところで、でここサバ風呂ですね。サバ風呂でもクラリスとアーニャをアイハマに持っていく。よし、これは勝った、これ勝った、勝った。よしよし、いったここまで来れば、安全圏っていうところですかね。これちょっとまずいか。いや、どうだろう。こっちもスリープは一応使えるんで、これ何できんだっけ。あ、こいつドリハン使ってくんのか。ドリハンスリープか。いや結構困ったな、これ。ここ止めとくべきか。いや、どうしよう。いや、ここまで来てちょっと手は誤りたくないな。アベンジドレインできる読みでここ投げろ。うわ、火力やば、そんな出んのね。いや、でもシャナのサバ風呂でこことなんかこいつか、こいつ取れればところなんだけれども、2万5000は出ねえ。こっちも3万は火力は出ない、やばい。いや、でも削るしかないからな。え、こんな感じでも。あ、でもやばい。あぶねえ。あぶねえ。あれ、シャナってこんな火力出るっけ。え、5倍だよね。サバ風呂5倍で ?5、6、30、23000。え、絶対こんな火力出ないんだけど。なんでだ。まあいいや、勝てた。よし、はい。ということで、見事勝利ということできました。サバ風呂がなんか予想外に火力が出たっていうところですね。なんでだろう。いや、まあとりあえず、はい、この編成でも勝利できるぞというところで、はい。実はこれ、動画撮り始めて3戦目ぐらいです。はい。結構途中で事故ったりしてました。まあ、その事故の原因がやっぱパシェルですね。パシェルが、結構早々に取られてしまうと、クラリスを止めることができなくなって、クラリスの2体スリープが飛んできて、ゲームオーバーっていうところですね。なんで、まあ、こんなに今まで深く考えなかったんですけれども、エクストラステージ25に関しては、まず最初にするのが、
ルナのスリープボムを止めることと、クラリスの2体スリープを絶対に打たせないっていうのが大事っていうところですね。はい。まあ、というところで、なんとか攻略することができました。はい。初心者向けのはずが、まさかのとんでもない縛りでした。はい。なかなかに疲れてしまったので、今回はこの辺で終わりたいと思います。で今後なんですけれども、本当に今あれですよね、エヴァテールに関して言うと今何もすることがないので、はい、まあそんなところですかね。まあ、残りの期間も短くなってしまったんですけれども、まあ、今度はエクストラステージ30で、エクストラステージ30を、いやこれでも絶対無理なんだよな、30がちょっとさすがに無理だな。はい。まあというところで、まあそうですね、まあなんかまたネタ思いついた時に動画上げたいと思います。はい。ということで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。